始まり始まり、今日の焦点北九州、お題はウーマンワークカフェ北九州。小倉駅のすぐ近く、エイムビルにある働く女性、働きたい女性を応援する施設です。人気の支援の一つが企業支援。女性のための企業セミナーを毎年開いています。受講した方を訪ねました。北九州市を拠点にガーデンコーディネーターとして活躍する坂本孝子さん、庭のデザインや施工などを請け負っています。坂本さんは一昨年企業セミナーを受講しました。参加していろいろ学んでいくうちに、企業はすごくこうハードルが高かったものがより身近なものになりました。講座だけじゃなく個別相談ができるのもここの良いところなんだよね。週何回働きたいですかっておっしゃっていただいたことにまずびっくりして、もうすごく忙しく働かないとやっていけないのかなとか思っていたものが、自分のワークバランスに合わせて働くことができるんだなって感じたのが印象に残っています。企業セミナーを受講した方をもう一人。お、素敵なお店、ヘッドスパか。オーナーの文藤久美子さんは去年企業セミナーを受講し、この春このお店を開きました。お金のことだったり集客のことだったり、こう自分で今まで考えたことのないような内容だったので、何をしたらいいかっていうコンテンツをもらった感じですね。講座の中で同じように起業を目指す仲間と知り合えたことも大きかったんだって。皆さん同じような悩みを抱えられてらっしゃったり、なんか勇気を持って一歩踏み出してる方がいらっしゃったり、自分の一歩進む活力になったなと思います。ウーマンワークカフェのホームページではこの他にもいろんな支援が紹介されています。ズバリ、女性の働くを応援します。起業支援だけでなく、就職支援、保育サービスの情報提供など、働く女性や子育て中の女性を幅広く応援しております。お気軽にご相談ください。今日の焦点、起業も就職も働く女性を応援するウーマンワークカフェ北九州。カフェのように気軽にご利用を。